今日冒頭でお話しようと思ってましたのは、えー、なんかこうある意味での一つこう大きな曲がり角を迎えてるのかなっていう感じになっている、まあ、ロシアののウクライナ侵攻の話ですあの特に新しい内容というよりも、まあ、全体でこれからの、まあ、成り行きというかこれから何がどうなっていくかに関して 考える上で必要な要素をきちんとあ、まあ、認識しておいた方がいいんじゃないかなっていう気がしてますのでのこれこの、まあ、戦争が始まってから、えーまあ、ある意味初めてのことなんじゃないかなと思うのはウクライナの軍のトップとそれから政治のトップ。 えー、政治のトップはご存知ゼレンスキー大統領ですし、えー、軍のトップはこれは別にそんなにふ、えー、普段からあのなんか目指す行動をしてる人ではもちろんないんですけど総司令官がザルジェニーという人ですね。でこの2人の言うことがちょっとくるあの違っていると食い違っているということで、えー、問題にする向きがあって、えー、まあかなり。 そのことが大きく取り上げられるようになっています。何かといえば今選挙選戦況は、えー、ザルジニーさんに言わせると手詰まり感があると手詰まり状態であると、まあ、もうちょっと普通の言い方をすると膠着状態になってるっていう、えー、でゼレンスキーさんはそれに対していや膠着状態では手詰まりではないということをあえて 発言ししたりてていて軍と政治のトップの間に、まあ、亀裂が走ってるんじゃないかって、まあ、極端な言い方で言うとそういうことを言う向きもありますありますけれどもこれはそ,んそういう問題かどうかっていうことを考えますっていうのはそのここでいう膠着状態とかまあ手詰まりとかっていうことが何を指してるかっていうと これはあの前線の位置が大きく変わらないっていうことですよね。で、えー、まあ攻め、わーっと、あの、ハルキューの方で、えー、まあもうなんか電撃作戦みたいな格好で、ダーッとウクライナ軍が、非支配地域を奪還していったっていう時期がありましたから、それとの比較で、 今,現状今の現状はこれは膠着状態であるというふうにまあ言えば言えるわけですね。だけどこれどういうことが起こっているかっていうとあの誠に凄まじいことが起こっているその前線がこう動かないっていうつまりどちらも大きな勝利を得られないで。 小さく勝ったり負けたりしているっていうふうにまあ見えているということだと思うんですけど誠、まあ、に凄惨な光景が今その戦場に広がっていて、えー、まあ基本的にはロシア兵の死体だらけということです。何をどうなっているかっていうとあのウクライナ軍はこの東部戦線で特に、えー ロシア軍の戦車とか装甲車とか、えー、つまり歩兵がその陰に隠れながら前進していくような、まあ、機械化部隊ですねでこういうものをどん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 投入していったわけですけれども、えー、これが片っ端からあ破壊されて実はもう戦車、えー、の数が乏しくなっているとでこれはもうちょっと前から言われていることなんですけど。 しかし、そういう状況になってもロシア軍の,その市場命令というのは何かといったらロシア軍に下っている市場命令は何かといったらえまあおそらくはまあプーチンさんの大統領選を意識してえ何とか戦果を獲得したいとえドネツク州の完全制覇みたいなことをまあ無双しているわけですね。で、そのためにじゃあどうするか。 でも戦車はないんですよ。ほとんど。いや、それはあの、銃を構えた歩兵が、出か、出かけていって、相手と戦闘するということなんですね。これがまともな戦争になるわけがない。しかもそれ、そうやって、差し向けた軍、軍隊、歩兵の集団が、まあ、おそらくほとんどが、 戦死するということを分かっていて出しているで、まあ、これにはいくつか意味があるんでしょうけれど突撃をさせてウクライナ軍にロシア兵を殺させるとでそれによってウクライナ軍の,その火力がどこにどういうふうに展開しているかをチェックしてで改めてそこに対して攻撃を加えると。 だからなんていうかリトマス試験紙っていう方はちょっと変ですけれど相手のの状況をを見定めめるるためにロシア兵の命どどんどん捨ててるといとうその結果何が起こるかっていうとこれはまあウクライナ軍の発表なのでもちろんそこにはもしかしたら数字の少し持ってる数字があるのかもしれませんけれど1日に1,000人近いロシア兵が、えー 全ての戦場を合わせると、えー、生まれていると1,000人ですよあの東京のあのあれですね後楽研球場今あの東京ドーム東京ドームって8万人ぐらい入るんだっけか入んない5万人。 昔甲子園6万って言ってたよね。あ嘘 <laughs>、えー、まあ、ロシア兵の死者は、戦争が始まってからこれまでの間に、えー、30万人を超えたというふうに言われてますね。で、1日1000人という数字もすごくて、えー、ちょっと甲子園と後楽園と、東京ドームが使えなさそうなので。<laughs> <laughs> 別の例を出しますけれど東京の宝塚劇場 <laughs> あの宝塚の宝塚大劇場ともいいんですけれどあのまああそこもね宝塚も今いろんな問題をあの紛失しておりますけれどもそれはちょっと置いといて、えー、あの劇場の規模っていうのがざっと2000なんですよね。うん、ロシア軍2日分ですよ。 もうそこに座っている人たち、まあ、満席になればの話ですけれど東京宝塚劇場の席が満席になると2,000人それが2日の間に全員戦死ですよそういう戦闘をやっている中で、えー、着状態だと言ってるんですよそれが膠着状態だとうん。 確かにウクライナ軍があの、まあ、特に南部なんかはねあの支配地域を拡大しなきゃ多分いけなかったんでしょうけれどもそれはうまくいってないとあのそれは言えるはずです。ロシア軍が一部支配地域を拡大しているところもわずかですけどあります。そういう状態でしかしロシアの戦い方っていうのはそういうやり方になっている。 もういくらしあのし死人が出ても構わないんじゃないかっていう感じでやってるようなんですね。でまあ,むしあのそうでない部分が一つだけあるとすれば旧ワグネルのお、まあ、傭兵連中ですよね。この人たちが新たに配置をされて前線の何か所かにあのいるはずなんですけど。 こ,のここはロシア軍はそれなりに強いみたいでまあやっぱりだから前線でえまあ同じようなまあ武器で仮に向かい合っていたとしてもあの兵隊の連動というのはすごく重要だということだと思います。で長期的なまあ戦いに既になってますけれどもこれ以上なっていった場合に 何が重要になるかっていうと、まあ、ロシア軍に関しては、えーまあ、天然資源がたっぷり出る国ですから、えー、金はいくらでも持ってるわけですね。まあ世界的にいろんな制裁を受けてますから、えー、あちこちで、えーまあ、困ることもあるんでしょうけれどもしかしねっ、ね <laughs> えー、弾を供給してくれたり、えー、まあ 制裁の枠にはまらないようにして、えー、武器の、まあ、兵器の部品を提供したりしてるところはどうもあるかもしれないとこういうところで言うとロシア軍は長期的にはかなり力を発揮する可能性がある特に大統領選が終わると、えー、いわゆる評判を気にしなくなりますからプーチンさんが。 全国的な大動員をかけるかもしれない一体どんだけの兵隊がかき集められることかその人数という意味ではもうそれは間違いなくすごい人数がウクライナに投下されるかもしれないわけですね。うん、でじゃあウクライナ軍の方の材料っていうのは何かっていうとこれがちょっと不思議なことで。 ウクライナの空軍に関してはずっとあまり力がこう評価されてこなかったですよね。現在も空爆も地域的には続けていますけれどロシア軍に比べるとはるかに回数が少ないですしその持っている意味も大きくないと。これは何ていうか、まあ、保有している軍用機の数や種類そうしたものに 非常に大きく規定されるので、えーまあ、ロシアの空軍に比べるとはるかに、まあ、弱いということが言えるわけですけどただ今そのある種の空軍としてウクライナが力を入れているのはドローンの部隊ドローン軍みたいなものを作るっていうふうな発表がありましたよね。でこれは数週間以内に もしかしたらロシアのどこかに関していわゆる飽和攻撃を仕掛ける可能性があってでこれあのクリミアはまあもともとウクライナのものだっていう理屈で国内に対する攻撃というふうにまあ見なせるわけでしょうけれどもロシアあのウクライナが自国で生産した兵器ということであれば これはアメリカにせよヨーロッパにせよロシアに対して攻撃を加えたとしてもなんかそれがいけないことだあるいはその支援に影響するということはないわけですよね。そうするとそういうものをどうも作ってるみたいなのでどこを攻撃するか分からない。でまあドローンの技術はその。 ドローン運,行あの運,営運用の技術を含めてロシアよりもウクライナの方がどうも優れているようなので、えー、まあ電子戦の問題もありますからドローンが飛んでいって十分な仕事が必ずできるかっていうとそうとも限らないわけなんですけど、えー、新たなその何て言うんでしょう戦争のやり方を。 そこここに切りり開こううとととしているといるがありますそれから、えー、兵器に関しては、まあ、ロシア軍は、えー、いろいろな制限がある中で、まあ、それでも、えー、また戦車を作ってくるんだろうと思いますけれど、えー、ウクライナ軍の方はドイツの軍需産業と提携をして国内で、えー、兵器を作る。 まあ、兵器産業の国内化みたいなことを、えー、これはね多分時間がかかることでしょうけれどやろうとしているとでまあそれ,がそれぞれ長期戦に備えたあ、まあ、材料というのはそういうことがあって、まあ、他にもまだいろいろありますけれど、えー、それがまあこれからぶつかり合ってですねどうなるかということになると思うんですが。 まあ、イスラエルのことがあるのでやっぱり明らかに関心がイスラエルの方に向いてますよねなんか妙な話になってあれ変な停戦になってますね今ね変な停戦ってあのまあもちろんハマス側も抵抗してるから戦ってるっていうふうに言えるかもしれませんけれど基本的にはイスラエル軍による ガザという地域の破壊建物およびインフラおよび人およびまあその他何でもガザの中にあるものは全部壊そうっていう勢いに感じられます。違うという意見もあるかもしれませんがそういうまあ状態に今あってなんか1日4時間。 停戦するので、それ停戦っていうのかね。<laughs> なんか、一日4時間は、あの、つまり南部に、まあ今、あの、ガザの北側にいる、ガザの北側を切り取って、そこを多分、えー、占領支配したいんだろうと思うんですけど、えー、北じゃなく北の人は南へ行けっていうふうに、あの、イスラエル軍は言っていて、 でそれに使う道路ここは安全に通れるっていうようなことを1日4時間四時間だけやるっていう話なんですね。でそれを発表したのがアメリカのバイデン政権であってイスラエル軍あるいはイスラエル政府はそのことを一言も言っていないので本当かどうかはまだ分からないと。まあアメリカが言ってるんだから嘘じゃないだろうっていうふうに。 思う人もいるかもしれませんけどアメリカも騙されてるかもしれないしねそれは分からないんで。っていうかまあそもそも4時間安全を確保するというのがどういう意味を持つんだろうか。その間にイスラエル軍が休憩を取ってえまあ,あるいは弾を込め直してるだけなんだとしたらそれは停戦ではなくて。 発砲してないだけのね射撃中止っていうこと砲撃中止空爆まあ一時中止っていうことに過ぎないんじゃないかっていう気がするんですがまあそんな状態ですでやっぱり大本この問題の大本を作ったまあ最も 最も責任の重い米欧の国の一つはイギリスだと思うんですけどイギリス国内での,その関心のあり方というのが随分変わっているようでしてこれはあのウクライナではなくてイスラエルの方に関心が強く向いているということがあってまあゼレンスキーさんはやきもきされているようですね。そんな形で ウクライナの問題はまあ展開していいくんだと思います、えー、しかしまあ一日に1,000人まあロシア兵が結局あのロシア軍の上層部からもあるいは現場の司令官からも兵隊が命を大切にされずにどんどんと消費する駒のように扱われて。 あ駒のように扱わるなんて言ったらね、えー、将棋指しの人に申し訳ないけど何 <laughs> て言うか、あのー、本当に、えー、命を大切にされない存在として次から次へと動員されていくそれがこれからさ,さらに大きな規模になっていった場合に、えー、持つんでしょうかねロシアの社会が。うん これまでは持ってきちゃったところがあるんでしょうけれどかなり長い目で見ればロシアで大きな政治的な変革が起こるのは、まあ、対外戦争の後とていうのはこれはもう決まりですので、えーまあ、そういうことになるのかどうなのか何とも言えぬ、えー、本日ただいまということです。<laughs> では、えー、この話に関してはまあごく概略的になると思いますけれど、えー、マグマグさんから出させていただいております2つのメルマガの中に内容の1つとして反映させるつもりです。 有料のメルマガですので大変恐縮なんですけれども、えー、覗いてみていただければというふうに思いますえー、ちょっと早いですがいいですかねはい 1>,、はい、1曲目いきましょうロイ・ヘインズですか「Sometime I'm Happy」